ちは大変です。今日なんですけど、ロシア製のゴールドレンズを購入したのでレビューしていきたいなと思います。でね、今まさに僕を撮ってるレンズがそのゴールドレンズを使ってます。でね、購入したのはヘリオス 44-2 58mm F2 というやつを買いました。でね、大体ね30年ぐらい前に作られたレンズみたいなんですが、もうね、製造番号のところが削れててちょっと分かんなくて、多分ね1985とか 4年ぐらいに作られたレンズかなと思います。僕の生まれが1985年なんで、まあ、ほぼね同年代のレンズということで、今回は、梅田のスカイビルに来てます。モデルの子も呼んでるので、その子と一緒にスカイビルの周りを回りながら桜を撮っていきたいなと思います。ではご覧ください、どうぞ。Simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart,Open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love. いかがでしたでしょうか。いや、かなりね個性的なあのレンズだったと思います。で、前にレビューしたあのシグマの 40mm の、 あの F1.4 のアートレンズのような、まあ、最新のレンズではなくて、もう30年も前に作られたレンズなんですけど、かなりね綺麗に映像自体も撮れますし、なんて言っても後ろのこのボケ感が、いわゆるあの玉ボケと言われるこう最近のレンズのボケ感ではなくて、ぐるぐるボケと言われるこうね後ろが渦を巻いたようなボケ感が出るっていうのがこのレンズの特徴です。で、このレンズかなり気に入ったんですけど、やっぱりねフォーカスを合わせるのがなかなか難しくて、まあ、写真だったらいいんですけど、動画の場合人とか物とか結構動くので、いちいちこうフォーカスを合わせながら撮影してると手持ちの場合はかなり手ぶれしてしまうので、三脚に置きながら撮影したりするのがいいかもしれません。でもこのオールドレンズは価格自体もかなり安くて、今回購入したこのヘリオスの 44-2 の F2 というレンズはだいたいね市場価格今6000円から1万円ぐらいっていう風に言われてます。で、マウントアダプターっていうのが必要なので、それも購入してもだいたい1万5000円もいかないぐらいで購入できます。で、動画をされるんでしたら ND フィルターも必要なんで、まあ、ND フィルターちょっと安いやつで 2,3000 円ぐらいで売ってるので、まあ、それも合わせて購入するといいかなと思います。僕は今回、メルカリで購入したんですけど、このオールドレンズやっぱり物によってかなりねその傷とかダメージ、あとはホコリとかカビとかの状態が違うみたいなので、しっかり状態を見極めて購入するのがいいかなと思います。もちろん Amazon でも売ってるので、商品のリンクとかあの概要欄に貼っておくので、よかったら見てみてください。では今回のオールドレンズヘリオス 44-2 58mm F2 のレビューです。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた。